ロリス・カピロッシュ、ロリス・カピロッシュ、ロリス・キャピロッシュ、1973年4月4日帯は、イタリア・エミリア・ロマーニャ州ボローニャ県、カステル・サンピエトロ・テルメ出身のオートバイレーサーの、ロードレース世界選手権 125cc、クラスチャンピオンの 250cc クラスチャンピオン、同選手権で1990年からまでの22年間に、渡って活躍し、 史上最多3戦、記録328戦を持つ。4歳の時からオフロードバイクに乗り始め、ロードレースに転向した1987年には、スポーツプロダクション選手権でシリーズランキング6位となった。翌1988年には、イタリア選手権 125cc クラスでシリーズ9位を記録1989年には、 ヨーロッパ 125cc 選手権で4勝を挙げて、シリーズ4位となったカピロッシは、パオロピレリが率いるチームからホンダ RS125R を買って、ロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューした。第3戦、ネーションズ GP で、初表彰台、第11戦、イギリス GP で、初優勝、第14戦、ハンガリー GP で2勝目を挙げるなどの、 活躍を見せ、オランダのハンス・スパーンだとチャンピオン争いを展開した。迎えた最終戦オーストラリア GP ではチームメイトのファウスト・グレシーに、イタリアンライダーのドリアーノ・ロンボに、ブルーのカサノバがスパーンをブロックすることでトップを走るピロッシのチャンプ獲得を支援した。これに起こったスパーンはレース中にグレシーにに殴りかかろうとした。結局スパーンは4位に終わり、 カピロッシはシーズン3勝目を挙げたことにより、選手史上最年少となる17歳と165日でチャンピオンに輝くこととなった。この最年少記録は現在でも破られていない。よくもピレリチームに残留。シーズン5勝を挙げ、グレシーニを抑えてタイトル防衛を果たした。カピロッはマールボロのスポンサードを得て、ピレリチームから百五十 c c クラスにステップアップを、 果たした。プライベーター仕様のホンダ RS250R では、ワークスマシン税に歯が立たず、最高位は、最終戦南アフリカ GP での5位、年間ランキングは12位に止まった。翌にファクトリースペックのホンダ NSR250 を、獲得すると速さを取り戻し、第7戦ダッチ t d e でクラス初優勝。その後も、第9戦3割の GP で2勝目。 第13戦アメリカ GP で3勝目を挙げるなど、吉成を残し、ヤマハ TZ250M を狩る原田哲也を抑えて、チャンピオン争いをリードした。最終戦、原まで開催されたフィム GP、カピロシシは3位以上でゴールすれば、原田の順位にかかわらず、チャンピオンが獲得できる状況だったが、タイヤに問題を抱えて途中コースアウトを起死し結果は、暗い。 勝利を挙げた原田に4ポイント差で敗れて、シリーズ2位に終わった。は4勝を挙げたものの、マックス・ビアッジ、アプリリア、岡田・忠之、本田ホンダとのチャンピオン争いには、シーズン終盤に脱落し、年間ランキングは3位に終わった。カピロッシは、ピレリチームと共に最高峰 500cc クラスに、ホンダ NSR500 を買ってデビューした。 第2戦マレーシア GP で早くもフロントローを獲得するなど予選での速さを見せたが、決勝ではマシンセットアップに苦しんで順位を落とすレースが続いた。それでも最終戦ヨーロッパ GP カタルニアではシーズン5度目のフロントローからクラス初表彰台を獲得し、年間ランキングでは6位を記録した。翌にはウェイン・レイニー率いるヤマハワークスに移籍。 ユーザー500に乗り換えた。最終戦オーストラリア GP では、ファイナルラップにトップ争い中だった、レプソルホンダのミック・ドゥーハンとレックス・クリビーレの同士打ちに助けられる形ではあったものの、クラス初優勝を遂げた。しかしシーズンを通してみると、走りが安定せず、6度ものリタイアが響いて、年間ランキングは10位にしまわだ。カピロシは 250cc クラスに戻り、 アプリリアワークスに所属することとなった。復帰初年度は3位表彰台を3度獲得するに、止まり、シリーズ順位は6位に終わった。よくは、第3戦スペイン GP、第8戦イギリス GP と2勝を挙げたほか安定して、表彰台に立ち、5勝を挙げたチームメイトの原田哲也と、チャンピオン争いを展開した。 カピロッシが4ポイントのアドバンテージを持って迎えた最終戦アルゼンチン GP のファイナルラップでは2位、原田、3位カピロッシの順で走行、そのままゴールすれば2人は同ポイントに並び、勝利数で勝る原田がチャンピオンとなるはずだった。ところが最終コーナー手前の右コーナーでカピロッシがオーバースピードで原田のインに突っ込み2人は接触。原田が転倒リタイヤとなり、 カピロッシはニフィニッシュで自身クラス初のチャンピオンとなった。しかしこのスポーツマンシップに反する行為により、カピロッシはアプリリアを解雇されてしまった。は、ファウストグレシーに率いるエルフワックスホンダチームに移籍。NSR250 を仮シーズン3勝を挙げた。ものの、9勝のバレンティーノ・ロッシには、歯が立たずに年間ランキング3位に終わった。カピロッシは、 再び最高峰 500cc クラスで戦うこととなった。シトポンスのチームで勝ったホンダ NSR500 は1年落ちだったものの、第6戦イタリア GP ではロッシ、ビアッチとのバトルを制して地元初優勝を遂げる等の活躍を見せ、年間ランキング7位を記録した。引き続き片落ちの NSR を買ったよく、カピロッシは勝利こそ挙げられなかったものの、 2位を4回、3位を5回、ポールポジションを4回記録するなど安定した速さを見せ、クラス自己ベストの年間ランキング3位となった。最高峰クラスは4ストローク 990cc マシン主体のモートジッピークラスに改変となったが、カピロシシは従来がにストロークマシンに乗り続けることとなった。4ストロークマシンには歯が立たず、 第7戦ダッチ TT では、右手首を骨折し2戦欠場となるなど苦戦が続き、3位、表彰台2回の獲得に止まってランキング8位に終わった。カピロッシはモートジッピー新規3戦のドゥカティワークスに移籍した。4ストローク 990cc のドゥカティでスモセディジ、GP3 を借り、開幕戦日本 GP でいきなり3位表彰台に立ち、第6戦、 カタルニア GP でチームに初勝利をもたらした。年間ランキングでは4位を記録した。翌シーズン用のデスモセリチ GP4 は最高速は速いものの安定性に問題を抱え、表彰台はわずか1回でランキング9位に沈んだ。は、タイヤをミシュランからブリジストンに変更。新しいパッケージはシーズン後半に強さを見せ、第12戦日本 GP。 第13戦マレーシア GP とに連勝を遂げた。しかし、第15戦オーストラリア GP での転倒で敗に、ダメージを受けにレースを欠場、年間ランキングは6位に止まった。チーム在籍4年目のシーズンが、カピロッシにとって、モートジッピーでのベストシーズンとなった。開幕戦スペイン GP を制し、その後もコンスタントに上位フィニッシュを続けて、 第6戦、イタリア GP 終了時点では、ニッキー・ヘイデンと同ポイントで首位に並んでいた。しかし第7戦、カタルニア GP のスタートで、多重クラッシュに巻き込まれて、胸を強打、痛みを押して出場した第8戦、ダッチ TT も15位に、終わり、チャンピオン争いで大きく、遅れを取った。第11戦、アメリカ GP 終了時点では、ランキング5位にまで沈んでいたが、 第12戦チェコ GP でシーズン2勝目、第15戦日本 GP でモテギに連覇となる3勝目を挙げるなど調子を取り戻し、最終的には年間ランキング3位を記録した。レギュレーションが変更されエンジン排気量が 800cc に縮小された、新たに迎えたチームメイトのケイシー・ストーナーがシーズンを席巻し、チャンピオンに輝いた一方、カピロスシはモテギ3連覇となる。 第15戦日本 GP での勝利が唯一となり、ランキングは7位に終わった。5年間在籍したドゥカティを去り、カラはリズラ・スズキチームに移籍、GSV や R を狩ることになった。第7戦、カタルニア GP で右手を骨折して、次戦を欠場、復帰戦の第9戦ダッチ TET では右腕を劣勝するなど、苦難が続いた。第12戦チェコ GP で3位に入ったのが、 唯一の表彰台となり、年間ランキングは、チームメイトのクリス・バーミューレンの8位を下回る0位に、終わった。も自体は好転することはなかった。開幕戦カタール GP では、序盤2位を走行したが点灯リタイア、フラッグ2フラッグレースとなった第5戦、イタリア GP では一時ストーナーとトップを争ったが、ストレートスピードに劣るマシンに苦しんで最後は5位に、終わった。 結局この年のランキングは9位、自身にとって、以来となる表彰台なしでシーズンを終えることとなった。チーム在籍3年目のシーズン、開幕戦カタール GP で、カピロッシュはグランプリ3戦、通算300戦目を迎えた。このシーズンは、トップ集団に顔を見せることもなく、第12戦3割の GP で右手首を負傷、第16戦オーストラリア GP で、 左足の付け根を負傷する等で欠場もあり、ランキングは16位に沈んだ。カピロッシ氏は、ドゥカティサテライトチームのプラマックレーシングに、遺跡、再び、デスモセディチを借ることになった。開幕前に右肩を痛め、第7戦ダッチ TT での転倒により、肋骨骨折、右肩粘座3レースを欠場するなど、怪我との戦いが続いた。 そして第13戦3割の GP を前に38歳のカピロッシはこのシーズン限りで現役を引退することを発表した発表の場では他のライダーに向かって表彰台獲得数は99回だからあと1回のために終盤のレースで僕を助けてほしいと冗談めかしていったしかしその後も第14戦アラゴン GP でまたも右肩を負傷 得意の日本 GP を欠場するなど苦闘が続いた。最終戦バレンシア GP、カピロッシ氏は従来の絶景ナンバー65に代わり、前線の事故で亡くなった友人のマルコシモンチェリのナンバー58をマシンにつけて出場。9位でフィニッシュし、22年間のグランプリライダー生活に終止符を打った。引退後、カピロッシ氏は、モート GP を運営するドルナスポーツのアドバイザーに、 就任。安全面やレギュレーションについての助言を行うこととなった。イングリット夫人との間に2007年4月2日に長男リカルドが誕生した。一家はモナコに住んでおり2011年現在4歳になるリカルドは原田哲也、同じくモナコ在住の娘と幼稚園の同じクラスでり、二人は手をつないで通学し一緒に遊んでいるという。また、 父親同士も友人だとカピロ氏はインタビューで語った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。